はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。私ね、こういう人間ですけどね、もうね、10冊ぐらいね、本出してるんですよ。これでね、出した直後はね、一生懸命自分の本がね、Amazon で何位になってるのか見るんですけどね、もうだいたい2週間ぐらいでね、意欲を失せる。あ、あかんわ、売れへんわ、と思って、でも売れた本もあるんですよ、売れた本も。あのね、最近ね、これ東京不動産大暴落という本があってね、これ出したんね、いつやろ、3年前ちゃうのかな。初版2017年6月15日なんですよ。2017年ね、もう約3年経ってるんですよ。この前ね、重版かかったんですよ、これえって言って、何年ぶり、2年ぶりぐらい、えちゃうわ、去年かかったわ。そう、あのね、ハチスリですよ、ハチスリ咲いたちゃうんかな、いう感じ。あのね、あのイーストプレスっていう、あのそんなメジャーな出版社じゃないんでね、その1回にする量ってそんなに多くないんでね、今までね、これマンション格差というのはね、これいつ出たんやろ、これね、2016年、その1年前ですね、今が4年前、3年半前ですね、出ました。これはね、5スリまで行きましたかね。確か5スリ。やったと思います。もう忘れてしもたわ、ほんまに。ほんでね、いや、ほんでね、さっきね、アマゾン見てたらね、このね、東京不動産大暴落のね、Kindle があるんですね、紙ではなくて、ネットというか、データで読めるというのがね、Kindle ってあって、イースト新書の中でね、僕のこれのね、Kindle がね、1位になってたんですよ。へへへへと思って。はぁ、あ、と思って。イースト新書という大きな括りの中で、Kindle も紙も全部入れてですよ。全部入れた中で、これの Kindle が1位になってて、なんでと思って。今ね、皆さんね、そのコロナでしょ。コロナでね、不動産ね、下がるんちゃうかってみんな、心の中で思ってるんですよ。思ってるとね、それに類する本をね、探してちょっと読もうかなという気分になるでしょ。で、皆さん家にいるでしょ。で、こういうね、不景気の時ってね、皆さん本読むんですって。まあどこから仕入れてくるのか知りませんけど、今ね、本屋さんもね、図書館も閉まってるでしょ。まあ本屋さん一部空いてますけどね、図書館閉まってるでしょ。そうしたらね、いや本読もうと思ったらね、Kindle になってしまうんですね。 Kindle ただのもあるけど、まあ僕のお金まだいただいてる状態になって、多分それでね、これから不動産下がるのとかって言いながら探してると、この僕の東京不動産大ブロックって2025でしょ、今2020でね、あと5年先やみたいな。これそもそもコロナを想定してませんからね、コロナなんか誰も想定できひんやんな、もうできるわけないやそんなで、これが3年前、ですかうん。これでね、最近というか1年前に出したのは、この限界のタワーマンションっていうの出したんですけど、これはね、まだね、増刷かからないんです。そろそろかかってほしいんですけど。初版いっぱい吸ったんですよ、実は。なんていうか、集英社さんがね、期待していただいてね、いっぱい吸ったら売れるんちゃうんかって言ったら、まだ、重版かかるところまでいかないんでね、残念やなぁと思いながら、はまあまあ、でも1年経ったらね、なかなか、1年経って重版かかるっていうのは、僕の今までで1回しかない、いわゆるこれが、これは1年経っても2年経っても3年経っても、この前重版ですからね、これ。送ってきたんですよ。何送ってくるのかなと思ったら、これ、重版しましたって 2冊入ってたんですけど、ありがとうございますって。いや、これ3年前に書いてるんでね、ちょっと直したいところあるんですけど、って言ったら、それやるとね、版変えるから、新しい出版になるから、それはできませんとか言われて、もうええわ、ほんと、そのまま吸って、みたいな。
まあでも書いてあることはね、あれですからね、コロナということを除いたら別に今でも通じる話を書いているわけでございまして、本ってね、僕も10冊しか出してませんけどね、やっぱりね、重版かかってほしいんですよ。で、やっぱり売れるということは重要なことだと僕は思ってるんでね、重版かからんような本を何冊出しても知らないやんというふうに僕は思ってましたけど、このね、限界のタワーマンション、これ重版かかってほしいんだけど、ねえ、どっかのタワーマンションでね、それこそね、クラスターが発生して、あれですね、タワーマンションあかんやんと、タワーマンション危ないやんみたいなことになったらね、まあ、あとは、タワーマンションに対する世の中の関心が高まるんでね、そうしたら、もうちょっと売れるんかなと思うんですけど、まあ、今のところまで行きませんね、残念ですけどね、でもこれは、こっちの2025年東京不動産大暴落、多分2025年と言わずに今年暴落しますもんね、多分今年の後半は皆さんも分かるぐらいに、まあ、暴落というほど線がダラダラダラと下がってくるんですね、これからね。どっかで何かあったらストンと下がるんですけど、まあダラダラと下がっていくと思いますね。みんながね、やっぱしね、この本が売れるということはね、みんながね、暴落っていうか下落するんやという意識になってるということなんで、それは下がりますよ。で、今まで上がってたもんね、東京はよう上がりましたよ。よう上がりましたよ。なんで上がってたんって言ったら、それみんなが買うからなんです。高くなった原因はいろいろあるんですけど、高くなって皆さん買うでしょ。そしたらまだ上がるんですよ。そう、買わへん買ったらええのにと思うんですけど、で、大阪の人は買わないんですよ。高いやんこれって、去年よりって、なんで高いのって、理由ないやんって、買わへんわって言って買わないんですよ、大阪の方はね。だから大阪もね、確かに値上がりはしてるんですよ、ちょっと。でも東京に比べたら全然浅い、ね、東京の人はね、買うから上がるんですよ。買わへんかったらええのにと思う。高なったらね、買わへんかったらええのに、これ今高騰感とまだ上がると思ってて、そういうふうにまだ不動産も言いよるわけですよ。これ今買わないとダメですよとかって言って、不動産買わなあかんわと思って買わはるでしょ。なんかね、一般消費者としての意識やっぱり薄いというか、高くないんですよね、東京の場合は。リテラシーというものが。みんなまあ、俺は東京やと思ってるのかもしれませんけど、実はあかん。市民意識がね、あかんのですよ、東京は。京都から言わしたらね、京都人から言わしたらね、東京人なんかも田舎も夏ばれですよ、ほんまに。ほんまにどいつもこいつも。ほんまに。東京人でね、あ、これは品があんなというような人って、ほんまにね、3代、4代前からのお金持ちなんですよ。たまに住んでる人たちって、みんな品がないもんね。みんなって語弊があるかもわかりません。かなりの割合で品がないですね。品とか教養とかね、所作立ち居振る舞い、見てると、まあまあ、下品な人は少ないですけども、この人は一生懸命作ったはんなという、作ってるかどうかも分かるんですよね、見てるとね。喋ってる内容とかでね、分かる。まあ一生懸命ね、上品に振る舞ってはる人はいるんですけど、板についてないやんと思って。まあそういう人多いですよね。あれですよ、この限界のタワーマンションを作るときにね、番長を取材に行ったことがあって、番長のに住んでる人々がこう市民グループを作ってて、そこに話聞きましたけど、まあ、皆さん上品ですわね。皆さん上品。ほんまに。ほんで、まあ話を聞いてると、大体皆さんもう、まあ少なくとも親の代からお金持ちですよね。昨日、今日、東京にやってきてね、ちょっと儲かりました、つって、タワーマンション買ってるような人はですね、まあまあ、まあ私に言わせればね、まあ普通の庶民やんって、元庶民やんっていう感じ。まあ庶民ですよね、今でもね。まあそういう違いはありますけど、まあ世間がね、だんだんね、不動産下がるというふうに思い始めてきてる兆候やな、と思いながらね、アマゾンの順位見てたんですけどね。皆さんね、やっぱりね、あれですよ、こっちの方がいい、限界のタワーマンションをね、呼んでいただいた方が、まあ、こっちもいいんですけどね、2025年東京の大暴落もいいんですけど、これからタワーマンションに
に対する世間の風当たりがかなり強くなっていきますからね。まあ、限界のタワーマンションを呼んでいただくとね、タワーマンなんか買いたくなくなりますからね。ぜひともですね、こっちの方を呼んでほしいなと私は思っておるというお話でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。